その地域に隠されていた悲劇や悲しみというのがこう、間近に見ることができて、その地域というのはですね、いろんな側面を持っているんだなっていうことを歩きながら納得して考えることができるので、そこでまあ新しいものの考え方、見方を手に入れることができると。金沢大学で観光学を教える井出明教授。2011年、被災地の復旧のため観光の側面から貢献する研究がしたいと考えていた時、ダークツーリズムと出会いました。ダークツーリズムは戦争や災害といった地域の悲しみの記憶を分析し、今後の教訓にすることを目的にした観光のこと。ヨーロッパでは一般的ですが、日本ではまだ馴染みがありません。井出さんは観光を通して地域の人が抱える悲しみや憤りを後世に語り継ぐ重要性を指摘してきました。将来誰でも被災者になる可能性があって、その時にどのようにその被災社会を考えればいいのかっていう時にですね、明るく元気な復興だけではですね、被災地を語れない、復興を語れないっていうことを外部の人にこう分かってもらう必要があって、でその思いをですね、共有する仕組みとしてダークトリズムっていうのは非常に重要なんですね。しかし、地域の影の部分にスポットを当てた観光は、住民から反発があったといいます。被災地をダークということは何事だっていうんで、かなり怒られてですね、13年間こう試行錯誤でやってきたっていう感じですよね。今回の能登半島地震でも、ダークツーリズムは欠かせないと、井出さんは考えています。ある意味地元の人たちにとって、耳の痛い話を私がしてるんだけれども、それを価値のあるものとして認識してもらって、賞を授けてくださったっていうのは本当にありがたく思っていますね。能登半島地震は地域に大きな爪痕を残しています。井出さんは今後、この被害の状況を災害遺構としてどう残していくかや、被災者が抱える悲しみや地域のトラブルといった外から分かりづらい部分をどのように伝えていくか、見せ方を工夫したいと話します。被災者や被災地の人からこう疎まれたり怒られたりすることはあるでしょうけども、それは、やむを得ないことで、それも大切な研究の一環、仕事だと思ってやろうと思います。能登半島地震の教訓を次の世代に語り継ぐためにも、ダークツーリズムは欠かせない要素となりそうです。